さみだれの滝降りうずむ三田魚。福島情熱探訪59市町村再発見の旅、1月11日月曜日の放送は、県の空の玄関口福島空港があり、モツジガタキやサルナシで有名なここ玉川村にお邪魔します。玉川村の情熱人は、地域に根ざして村の未来を作る事業に取り組む玉川未来ファクトリーの細川正弘さんが登場します。どうぞお楽しみに。